理由で関わりたくないと言っただけでしょ。あの、岩永はこんな感じですが、本当に何もする気はありませんよ。動くな、これは脅しじゃない。君の度胸は認めるが、その令状に命を懸ける価値があるのか。あいにく賭けが成立する命は持っていなくて。これで私は後戻りできない。君も彼も間違った。私は正しいですよ。あなたはまだまだ戻れますし。賭けが成り立つ命はないと言いましたよ。なぜ君は生きている。